みんな横に手振ってるね。なんか可愛いね。ジャンプ台を持ったままゴール。さてジャンプ台を持ったままゴールね。これだけは忘れないようにしようか。ジャンプ台を持ったままゴール。よし1番。そしてこれはジャンプ台どこにあるだろう。うわちょっと待って、クリボンが怖いけど、これジャンプ台かな。全然違う。あ、なんかビヨンビヨンいってる。あー、いつかジャンプ台じゃなかったな。よしこれは抜けていこう。よしオッケー。じゃえ、ジャンプ台なくない？え、ジャンプ台は？なるほど、そこにあるのか。待って、わかったわかったわかった。やりたいことはわかりました。こんな感じか。そして、このまま土管に入って、ね、右に行くと、多分ジャンプ台がどっかあると思うんですよ。よし、いや、ここか？ちょっと待って、なんか来てる。なんか来てるな。こっちか。うおー、ちょっと待って、こっちでいいの？ちょっと待って、やったこれでジャンプ台手に入れたでしょう、きっと。オッケー。これやらないよ、絶対やらないからね。よし、ちょっと待って、やられちゃうから。やった、これで勝ち確だ。くっ、よし、ちょっと待って、あ、やられる、やられちゃうから。やったこれでやられるものは何もないでしょう。よし、あちょっと待ってちょっと待って、まずいまずい、これさ一人しかゴールできないじゃん。よしオッケー。これとりあえず離さなかったらいいだけでしょ。おー待って、キノコ持ってるよ。まずいまずい、やられる、やられる。ちょっと待って、やった、危ないよしこのままゆっくりゴールしましょう。ちょっと待って、キノピオ出して。よしで次この状態、やった。よしゆっくり行こう、ゆっくり行こう。よしよしやったよし、それじゃあ次のコースやっていきますか。今度は氷、まあ雪が降るステージか。それじゃあ一番最初、やったこれ上が正解か。よしで、このまま一番で行きたい。よし、オッケー。これはこっちか。で、次上、よし、オッケー。これね、後ろの人ちょっと辛いよね。ね、つららが結構降ってくるから、後ろの人はちょっと厄介だと思いますよ。だからこれ一番最初の人が絶対有利のコースだと思うんですよ。よし、オッケー。で、こっち、よしやった、一番。でもこれね、アイテムないから怖いよね。待って、こういうのはいるから。よし、このまま渡っていく。で、これは上でいいのかな。オッケー。あ、待って、こっち違う、こっちじゃないぞ。これは左かな。なるほど、これに捕まればいいのか。オッケーオッケーよし、さてみんな順番待ちだぞ。これはジャンプで、このまま中間ポイントを取っていこう。よし、これは右左どっち。右行ってみよっか。これはこっちで合ってるでしょ。あの扉がめっちゃ気になるけど、あの家、左家の扉があったよね、あれめっちゃ気になるけどね。よし、ルイージルイージバカめ、そっち行ったら死んじゃうよ。よし、オッケー。ジャンプ、これ絶対勝った。これもう結構ゆっくりいっていいんじゃないね。パワーアップしてるしね、一応マリオなんですよ。で、一応このね、この子は倒さないでいく。で、上、あ、太陽起きました。めっちゃ怒ってます。僕が1位なのをね、さぞ追い返りなんでしょうちょっと待ってね、太陽待ってくれ、攻撃はしないで。よし、左なんかあるけど、こっちでよかったかな。え、こっちでいい？多分ゴールですよね、こっち。あ、鍵手に入ったね。鍵手に入ってゴールかゴールなんだ。さて、僕はみんなを待っておきたいと思います。ルイージ来たね、ルイージ来たから、よし、ゴールしよう。なんでドアルイージが入ってんの。結構ですね、夏だからかな、花火の服着るアバターがね多いんですよ皆さん。やっぱいいですよね花火。そして今度は1の1って書いてました。この1の1はね、全然1の1っぽくないねよし、それじゃあ渡っていこう。で、ジャンプ、オッケー。これは一応4つ目の土管かな、どうなんだろう。で、1、2、3、4、ここ入ってみる。よし、オッケー。あ、キノピオは入らなかったね。これもしかしたらチャンスなんじゃないかな。よし、
1番かな。これ右、あ、このコースやったことある。ちょっと待って、最近したこれ。ちょっと待って、ここゴールもう目の前にあるんですよ。くっくっくっ、でこのまま右に渡ってって、そうそう、ここがゴールなんですよ。最近したなこのコース。いや覚えておいてよかったね。これはチートだね、チート。さて今度はリンクになって、なんかコインとかなんとかかんとか書いてたから、おそらくまあそういうコースなんでしょう。でも僕は取らないでいきたいと思います。うー、ちょっとこれはダメだ、これリンクないとダメだ。よし、さあ僕の元に剣が舞い降りてきました。これ一応鍵取っておくか。え、取れないのこれ、取れないのか。どうしようどうしよう、あれ取れればいいんですけどね。よし、オッケー、来た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 。一人で独走状態ですよ。でこのまま渡っていく。よしよしよし。え、待って、これ相当意味わかんない。これはもう無理だな。これ無理ですよ。ただ誰かを踏めばいけるかもしれないね。踏もう、誰かを踏もう。ここで絶対誰かこうやってブロック叩いたよね。さて来ました来ました来ました。ちょっと待って、くっ、ちょっと待って、くっ。絶対やらねえからな、くっ。よし、勝った、これは勝ったぜ。そらナイスで、やっぱリンクいるな、ここリンク取り行こっかね。くっくっ。よし、このまま渡っていこう。まあいい、もう一回取られてもいいんですよ。ただリンクがないと絶対に行けないからね、ここ。あ、そんなとこあるの、そんなとこドアあった。まあいいや。で次はこれはどういうコースか。あ、なるほど、ちょ、くっ、危ない危ない、ちょ、危ないから。よし、で次に、え、あれ、ちょよし、くっ、これは今僕が鍵を手にしてる状態です。一旦こっちに行こう。これどうしたらいい、ねえ、これどうすればいいの。爆弾投げたもダメでしょ。よし、で次こっちに行く。いや、くっくっ、絶対やらねえ、絶対やらねえ。絶対鍵奪ってみせる。あー、危ない危ない、爆弾危ない、爆弾危ないから。今誰、今誰なんだ。やばい、これはめちゃくちゃだ。でこれ、あー、熱い、そして冷たい、熱い、そして冷たいか。なんかファイヤーバーかなんかあるのかな、このステージにね。これ絶対ね、右左に投げられるやつ。おほほ、マリオ連れてってくれ、一緒に行こうじゃないか。マリオマリオが頑張って連れてってくれてる。やばい、これは楽ちんだ、マリオ。僕は絶対マリオから離れませんからね。よし、で最後にね、僕はゴールを奪ってみせるんですよ。おー、マリオ犠牲になってくれた。僕は無駄にはしないぜ、マリオ、君の死は無駄にはしないぜ。さて今度はランステージ、走れって書いてたね。まあ走るステージはね結構得意なんですけど、よし、じゃあ走っていきますか。よし、待って、中間ポイントあるね。これ上から行ってみよっか、なんか上からがなんか良さそうなんです。おー、やっぱりか。え、こっちでいい、大丈夫かな、これ最後勝てた。まあこういうコースだと思った、やっぱり。最後にボーナスステージありがとうございます。それじゃあ次のコースもまた見てね。見て、マリオの投げたバネでめちゃくちゃになってる。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。